ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画を楽しみいただきましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません、今日紹介したいのはフータオおすすめの、星4編成ですね。まあ、フータが星5なんですけども、それ以外のキャラを星4の編成でっていうところになります。で、育成方法とか、まあ、ビルドとかそこら辺も、まあ、一人一人紹介していきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。あ、まずノエルなんですけども、まあ、フータオと組み合わせた場合のノエルの使い方っていうところでちょっとご説明したいと思います。まずはまあ普通に考えて、まあ、今フータオ HP が減ってるんですけども、まあ、ノエルって殴って回復系なんで、まあ、こうやって殴ることによって微調整回復ができるんですね。要するに回復させすぎないっていう効果があって、まあ、フータを使う場合はそれが結構将来的に重要になってくる。 100% まで一気に回復させてしまうとフータのマックス火力になるまで結構ね、調整がめんどくさかったりするので、まあ、ノエルと組み合わせることによって非常にその確率をほら、まあ、50% 以下の回復量に収めることができるというところになりますね。で、もう一つなんですけども、今、フータオの HP はかなり低い状態になってますね。その状態で何が発動されるか。まあ、フータオが自分で自分の体力を削って、スキルを発動させます。その時にほら、このようにシールドが発生してますね。この効果って何だっていうところなんですけども、ノエルの精神誠意という、この、能力があって、ノエルが待機しているとき、出場している出場キャラクターの HP が 30% 以下になると、自動的に発動されるんです。なので、フータオと相性がむちゃくちゃいいっていうような内容になってますね。自分で 30% 以下になることが可能なんで、しかも自分が 30% 以下になるってことは、もう攻撃モードに入ってるときなんで、まあ、シールド張りとフータオの攻撃がもうかなり簡略化されるというところで非常に優秀だと思います。で、これのもっと優秀なところ、ノエルのレベルが、テンプレベルが低くても大丈夫っていう、その究極の能力になります。ノエルの防御力 400% 分のダメージ吸収するシールドを付与することができる。しかも継続時間が20秒と。で、岩のシールドなんで、もちろん耐性ダメージが 150%。60秒に1回なんですけども、かなり強烈です。その理由としては、この護身鎧レベル9に上げたところで、吸収量が、見てください、1565プラス2720なんです。これどういう数字かっていうと、まあ、防御力の設定が、まあ、例えば3000とかだった場合、400防御力になる、400% の防御力が付与されるんで、テンプをね、こうガチガチに上げてったとしても到達できないような防御力。プラス、継続時間12秒しかないノエル。20秒の継続時間のシールドになります。なので、他のシールドより、かなりこの護身鎧よりも強いと。ただ注意してほしいのが、これ護身鎧ではないので、これ発動してたところで、壊れた時の岩ダメージ与えるとか、そういうのがね、発動されません。ただ、かなり強烈な、こういうテンプになっていて、フータオの相性が、ね、非常にいいっていうところでおすすめしたいキャラクター。で、回復量も、まあ今からちょっと実演しますけど、まあノエルの、この元素爆発をちょっと貯めていきますね。こう貯めていって、まあ回復したい場合っていうような感じなんですけど、まあ溜まりました。で、これでフータオの回復したい。元素爆発を打って護身鎧を、まあ、打った場合、まあ、ほとんど 100% で回復してしまうんですけども、もし万が一ね、一気に回復したいときは、これで、普通に殴るんじゃなくて、敵を倒す目的じゃなければ、こう、銃撃の回転をして回復すれば、非常に高い回復能力になりますんで、まあ、使い分けしてみてください。なので、まあ、ダブルアタッカー編成ですけど、相手が、岩の鎧とかそういうのを使ってたり、体験でやんなきゃいけないっていう時以外は別にフータオで殴っちゃって大丈夫です。なので基本的には元素爆発を打って銃撃撃って回復する。あるいは普通に微調整回復だったら鎧つけてこう殴って軽く回復させてあげる。そういう使い方でいいと思います。かなり相性いいキャラクターの一人です。
じゃあ、ステータス、武器と生物なんですけども、まあ、ステータスがね、防御力高い設定にしておくと、シールドの吸収量がまあ1万中盤ぐらいになって、さらには20秒間っていうね、強烈なシールド生成が封筒に自動的に生成されるっていうところ。なので、防御力を高くしたいんですよね。なので、白衣の剣とか装備させると、かなりいいかもしれないですよね。まあ、もし、完全なる、やつであれば、こういう感じ。白鉄の体験とかでもいいですけど、やっぱ火力も維持したいので、ダブルアタッカーでっていうことなんで、まあ、こういったものをね、つけると非常に面白いと思います。で、セーブに関しては、とりあえず逆飛びですね。戦うことも必要なんで、まあ、こういった形にしてます。ただ、もし、そうですね、こうやって逆飛びとかを、持ってなければ、別に何使っても大丈夫です。なぜなら、基本的にノイルを出場させてやる感じではないので、まあ、他のセットとか使って完全にサポートに回してしまっても大丈夫だと思います。例えば回復力上げたければ、ね、治療効果をのつくこういうセットで防御盛りにしたり、ただ基本的に生物の源泉はその生物に合ったものをやってると思うので、逆飛びだったらいいのかなと思います。じゃあ、超運なんですけども、サブ火力、妖怪、トリガー要因ですね。あと、元素回収も今回は一役買ってもらいます。で、突入でスキルクールダウンが下がるんで、まあ、封筒との相性がいいのと、まあ、封筒の元素爆発前の準備としては、元素爆発前に、妖怪をかけたい。倍率の高い妖怪かけたい。使い方、まあ、単体の使い方としては、もうこれでかけて、で、封筒が元素爆発溜まるまでは、このように、この、今戦う、まあこれ別に封筒で溜まってからっていう設定なんですけど、まあこう戦うと、例えばね、今持ってるのがこう会心が入ると元素が今出ましたよね、清風とかつけてるんで封筒が溜まりやすいと。で、氷しっかりつけた状態で変身して元素爆発ね、これで妖怪をかけることができますよね。で、その後はなんだ、普通に攻撃して構いません。で、しかもさっき言ったノエルのなんか鎧が発生してますよね。なので非常に扱いもしやすいというような感じですね。うん。で、今、例えば、その前に、行く秋の、元素爆発を撃って封筒に変化とかでも面白いんです。ちょっと元素貯めたらもう一回やってみますね。まあ、普通に超運と、まあ、封筒をやる場合。で、超はね、回心率の兜かぶってるとちょうどいいかもしれないですよ。清風つけてるんで、ね。まあ、例えばこうやって元素爆発ってこうして凍らせた状態ね。で、この状態で、まあ、封筒が殴って氷付与させて変身して妖怪をかけていく。ね。で、こういう感じでやるのもいいと思いますし、まあ、途中に行く秋を入れたとしても、まあ、相手に蒸発か、妖怪が必ずかかる場合なんで、そこで挟ましてやってもいい。もちろん護身鎧っていうか、ノエルのシールドもこう発生してて、まあ結構耐久力ある。まあ、あくまでサブアタッカーとして使うって感じですね。まあレベルちょっと低いんですけども、こんな感じ。で、回心率はね、兜にするとコントロールしやすいんで、50は入れたい。なぜなら、清風体験でみんなのね、元素爆発いっぱい回したいキャラたちが多いんで、それでやると。行く秋もそうだし。で、武器は清風でやる。まあ、あるいはね、他に祭礼とかで2回やってもいいんだけど、僕は基本的には、セーフだったり。で、他のアタッカーたちをサポートしてあげる。で、生物に関しては、まあ、火力の上がる系のやつがいいですね。セーフで火力下げてる分、上げてあげた方が面白いのかもしれないですね。まあ、別に、例えば、他の、例えば違うような、効果のある、もっと効果のあるやつとかでもいいですけど、例えばこの、元素反応を起こしたときに元素熟知上げるとか、まあ、そういうのをつけてもいいけど、基本的にはまあ使い回しできるこういった剣闘士とか、まあ、氷2セットとか、そこら辺を使った方が楽に組めるのだと僕は思います。はい、行く秋は蒸発同時火力アップダメ軽減。で、一段銃撃との相性が非常にいいんですね。火から水の蒸発って一発で消えるけど、水から火の蒸発は消え、一回残るんで、まあ、封筒の一段銃撃。これと相性が非常にいいと。やってみましょう。
で、同時火力を上げたいので、9貴族4でもいいし、チャージ効率は高めにする。火力よりもチャージ効率をやって、ちゃんと風太郎の、あの攻撃についてこれるような設定にしましょう。で、こういう感じで、まあ、変身すると、この水が、ほら、ワンワン、ワンツーと、こう、ドンドンと、すべてにあの蒸発がかかるのと、見ての通り、こう、ね、中断体制がつくんですね。なので、まあ、シールドが発動してなかったとしても、今の守衛のワンツーぐらいだったら、構わず殴り続けることができると。なので、非常に相性がいいということになりますね。まあ、もちろん、ダメージ軽減がついてるんで死にづらいですし、まあ、一発の罠が特にないような感じ。かなりすごい相性いいですね、この2人は。まあ、こんな形で、必ず元素爆発を発動して、風太郎の攻撃のする際に参加できるような状態にしたいので、火力でやっても意味がないので、チャージ効率を高めにする設定を心がけると使いやすいです。はい、行く秋の設定。まあ、こんな形で、チャージ効率ちょっと高めにしてますね。で、回心率は番眼つけてるんで高い。まあ、番眼がなければ、まあ、他の、まあ、そうですね。火力を上げるその天空とかね。まあ、シールドはつかない可能性があるんで、ざんざんやめておいて、まあ、スキルの攻撃力が高くなって、チャージ効率は腐食であったりとか、まあ、そこら辺にしても僕はいいと思いますね。はい。で、基本的に熟知上げの行く秋は、例えば、剣サメ5本分の1本分蒸発とか、スキルの2本分の一発蒸発とかっていう感じになるんで、行く秋で蒸発かけるというよりも、ちゃんとメインアタッカーのために水を付与していくっていう使い方が、ベスト。で、こんな形ですね。剣闘士、あるいは水生物の、吸気族付け。これが火力がね、安定して出せると思います。まあ、こういう形でやっていきましょう。で、スキルはさっき言った、この中断体制が非常に大事ですね。あとは、これが壊れた時の、回復。これがね、微妙に回復するんで、風太郎との相性もいいと。ノエルと、この行く秋で、微妙に回復して、風太郎自身も微妙に回復する。で、そういう設定が結構面白い。で、今紹介した4人ですね、後で説明しますけども、4元素になるんで、ダメージ耐性が 15% アップするんで、それもまた手伝って強いんですよね。で、パーティー構成全体で言うと、こんな感じ。でこちらの4元素揃ったことによって全元素耐性、物理耐性が上がるんで、まあ、そもそも防御力が高い。で、30% 以下になればノエルがね、ガードしてくれる。で、行く秋はダメージ軽減しながら中断耐性上げてくれる。で、超運が全体的なチャージ効率を底上げしてくれてますよね。清風とか。あとは、連撃も速くなる。超運のフィールド内。で、スキルクールタイムも短くなって、行く秋自身の、スキルクールタイム。が短くなって連続ですだれの攻撃ができる。ね。元素爆発のチャージも短くなると。で、いろんな操縦効果があるんで、この4元素耐性は非常に硬くて、まあ、火力も蒸発関係、妖怪関係で出せる。で、相手によっては行く秋と超運だけでやって凍らせるだけでもいいし、凍らせながらノエルでね、突っ込むとか、そういうやり方とかも可能です。面白いパーティー。で、試しにね、ちょっと、あいつは凍りづらいんですけど、まあ、こう、凍りづらいって凍らないんですけど、やってみましょうか。ね、こんな感じ。まあ、やり方はね、いろいろあるんですけど、まあ、最初ちょっとめんどくさいにこう、回復して、まあ、元素爆発を打って、で、これでね、ほら、清風がこう、会心でまあ入ったりして、もうチャージ溜まってますよね。で、この状態で行く秋の元素爆発をやって、で、これでほら、溜めながら、そうです、打っていくと。で、これで行く秋との相性。ね。結構火力出てますよね。この時点で。で、ちょっとダメージ食らったなって思ったら、まあ普通に超運のフィールド内で、まあ行く秋のスキル打ちながら、ノイルの元素爆発で、やると。回復したければ回復でいい。ただ、封筒あんま回復させたくないよね。そうなってくると、こういう感じ。で、これで十分戦える状態ね。で、これでやって、もう一回、これ、超運の方でもダメージを与えながら、もちろん、行く秋、元素爆発、風太郎。こんな形で全然、もう、難なく倒せると。ちょっともたついたとしても、安定感のある戦い方。ね。で、これで、できますと。最後までご視聴ありがとうございます。
動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。